はい、どうもタイガです。今回やっていくのは、ヒドラじゃなく、次ですね、使うキャラ。まあ、スラドラ、スラトレントはね、あの別の動画でもやったと思うんで、これ、スラ、サイクロとかどうすか？はい。まあ、サイクロね、基本的にカウンタータイプのキャラっていう印象が強いと思うんですが、そのね、サイクロもね、かなりね、使いやすいキャラ、ご紹介できればいいかなと思いますが、スライムどこだ？スライム、スライム、スライム、いましたね。よし。はい。まあ、サイクロっすね。まあ、基本的にはビームが強いので、ビームをね、ちゃんとね、撃ち抜いて、後ろのね、後方の敵にまでダメージが与えられるように出したい。まあ、もしくはアンチキャラだけに出したいところなんですが、流れた時にですね、上下に対して結構弱いんですよ。索敵が短いんで、基本的には、カウンターキャラです。基本的には。ただ、他に攻め手がある場合は、サイクロで攻めて、相手にね、サイクロ処理です。コスト使わして。で、よいしょ。ちょっと待ってくださいね。キャラが。うん、まあ悪くはないんですけどね、行きましょうか。サイクロ処理でキャラ使わして、で、他のね、ラインをね、別キャラで攻めるとかもありですけど、サイクロね、流れてしまうと、ケツ当てとかできちゃうんですよね。尻尾ら辺をですね、にキャラを置いて攻撃する、キャラを置いて相手にガードされちゃうと、ビームを打ってもですね、ビームが相手にダメージを入らないっていう安全地帯があるんですよ。うん。そこにね、当てられてしまうと、サイクロはね、簡単に処理されてしまいますんで、うん。そうならないように立ち回れたらいいかなと思います。さあ、マーマンもいるんでね、砦削りはナメコにやらせましょう。ナメコで削れればね、よいしょ、取れるんで、取り手が。前に栽培いっぱい置いて、さあ邪魔していってね。大砲撃ってきましたね。まあ大砲一発で全部壊されちゃいましたけど、まあしょうがないこれは。さあスライムね、前線置いて。あー、これはもうナメコが死んでますね。じゃあ大砲じゃなくてウィッチ置けばよかったんじゃないか、相手。バカボンが強いっすよね。で、バカボンがね、この、よいしょ。苦手なので、よいしょ、パンダ。バシュッと、潰して、スライムを置きたかったけど、間違えてパンダを置いてしまう。まあ、しょうがない、いいでしょう。さあ、ケルベも倒してね。まあ、これ以上パンダ置きたくないですね。これ以上パンダ置いてしまうと、持ってかれてしまうんで、ここはね、ナメコの栽培を置いて、ウィッチを出したいと思うんですが、ウィッチが間に合わない。そんな感じで。いいですね。よいしょ。さあ、ここから。あ、来ましたね、アイテム。これね、サイクロ行ってもいいかなっていう印象ですね。行きましょう。ここで、サイクロがビームを打ってくれればでかい。OK、でかいですね。さあ、やられてしまいましたが、仕事は十分したんじゃないかなと思います。で、前にキャラを置いて、OK、OK、潰して。で、ここでやることなんですけど、ウィッチがですね、上から、まあ、斜めから殴ってくるんですよ。これがすごい強くて。削られるのもったいないんでパンダも切りたいんですけど、パンダがですね、唯一進撃で今引いてるキャラで、前であとバカボンですよね。そう、今パンダ多分あそこで使ってしまうと、よいしょ、その後突破ができないので、こんな感じで切っていく、流していく。まあ、あのパンダやられますけどね、しょうがないですね。で、砦さえ取れればマーマンがワンパン入れてくれると思うんですけど、取れそうですよね。オッケーオッケー。で、ひたすらコースト使って、多分落城は厳しいと思うんで、確実にマーマンでワンパン入れたいんですけど、あ、ワンパン入りましたね、でも。お、落城いけるか、これ。あ、無理だな。時間がねえな。剣士がいっぱい下にいた。はい、ナイス。サイクロプスですね、ビームでまとめて倒せるんですけど、一番怖いのは、耐久値がそこまで高くない。まあ、何回もですね、耐久値の情報は入ってるんですけど、まあ、それでもやっぱりそこまで高くないんですよ。で、ビームを打たなかった場合に、その脆い耐久値からですね、ビームを打つ前にやられてしまうことが結構ある。で、大型進撃に強いっていうので、一応ですね、まあ、ナスとはね、アンチ関係がちょっと、まあ、複雑で、相手からも弱く、相手に強くみたいな感じなんですけど、うん。まあでもビームじゃない、スキル封印はね、少し入りづらくなってるんですけどね。で、フォワードラに関してはアンチ関係はなく。そう。まあでも大型には有効なんでね、基本的にはね、進撃には。サイクルを切ったとしても、ビームを打たなければ、もう一瞬でね、2人に巻き込まれて倒されてしまうってこともあるので。うん。
あ、これ面白いと思いますよ。この火力系はね、あのブラドラがやっぱ基本的に中型にめっぽう強くて、でブラドラにね得意なキャラ、まあサイクロとか、まあレドラとかね、ゼウスとかいますが、そう、それに対してねサイクロを切って潰しに行くみたいな。あ、やべ、太刀切ってなかった。取れてほしいですね。取れないとドローになる可能性が上がるんで。いやーマジか。しかもまさかのゾンビ。オッケー、ここは一回奪っておきましょう。まあ、この後ねこのゾンビを倒せるか分かんないですけど、さあここですね、大事ですね、ここ大事ですね。サイクロでブラドラいっちゃいましょうか。ビーム、このアンチに強いのがいいんですよね、サイクロは。ドーンズドド。さあここ第一技術よ、ここ2体闇玉の終わるタイミング見計らって2体置いて瞬殺。さあ上にもキャラ来てるんでね、ここもねゾネスとスライム合わせてあげて、よいしょ、倒していく、綺麗に勝ちましたね。 OKOK、 もう相手キャラいないんでね。あー、じゃあしかまさかまだもう一っていたわ。もうブラドラが生きてるんで無理っすね、絶対的に。ブラドラはね、アンチが来なければめちゃめちゃ強いんですよ。ただアンチがすごい増えすぎちゃって今ね超おすすめできるキャラではない、少し使いづらくなってますね。まあそれでも強いですけど、火力がすごいんですよね。で、あの中型に対してはめっぽう強くて、あの苦手な中型ってのが基本的にいないんですよ。でやっぱカタパルトがねめちゃめちゃマルチでも流行ってる中で、そうブラドラに関しては隕石がね停滞してくれるんで、カタパもね綺麗に倒してくれる、そこら辺もすごい高評価かなと思いますが、まあそんなねブラドラをね、アンチとして見て簡単にねぶち抜いてくれるサイクロプスさんですね。よし、うん、マッチング早くていいっすね。と思ったけどマッチングしないかな。あとはですね、サイクロプス、もう過去からね、使ってる人は、まあ、今も、過去から使ってて、今も使ってる人は多分大丈夫だと思うんですけど、過去使ったことがあるけど、最近使ってなかった人に要注意なのが、射程がマジで違うんで、今。本当にそこ考えた方がいいかなと思ってますね。射程が長すぎる。で、ビームがですね、やっぱ当たらない位置があるんですよ。射程長くなって。で、この前ですね、それが修正されたんですけど、修正されてもビームが当たらない位置があるんですよ、未だに。射程が伸びたせいで、斜め当てで勝手にやられて、ビームが当たらないみたいな。まあ、ひどいね、あれがあったんですけど。まあ、それが修正されて、当たるようになったって言うんですけど、未だに当たってない位置もあります。なんで、出すときはちょっと注意ですね。ちゃんと正面から当てようとしないと、ビームが当たらない場合がある。さて、悪くないですけど回します。足が欲しいんだよな。サイクロはですね、基本的にカウンタータイプのキャラなんで、足キャラがいないと、前に行けない。ちょっと足多すぎるけど、行こうか。うん。で、サイクロブラドラはね、火力あるんで、ただブラドラかサイクロどっちかが潰されてしまうと、その後きついですけどね。レドラとか来るとちょっときついですけど、レドラが来たら、もう、ブラドラにもう即ウィッチ重ねるレベルで行こうかな。手数はね太っちょ軍団出せれば多いんで、それでゴリゴリやれたらいいかなって感じですけど。プリキャか、まあこれ取れますね。でプリキャに関してもスライムいるんで問題ないでしょう。ちょっと邪魔だな、率直なんが。ここ早く倒してもらって、バックしてもらって、太刀倒してもらって、OK、生かす。相手もウィッチか。で、ベビー金鉢強いっすね、相手の札も。これをどうするかっすね。まあ、速攻ブラドラ行ってもいいんですけど、多分先にブラドラ行ってしまうと、サイクロがカウンタータイプのキャラで、あんま展開が早いとね、その後ね、ついていけなくなってしまうんで、ここはちょっと注意っすね。ゆっくり、少しだけゆっくり。なんか剣士できた。ここだけですね。
できれば、うん、中型で倒したい。オッケー。相手のプリキャが強いですね。あんまりコスト使いたくないんで、キャラ多いからキャラ一気に切っちゃいましたけど、これ以上はキャラ切らない感じで。相手のプリキャが強いですね、やたら。倒した。さあ、残り時間もちょうどいいんでね、そろそろ攻めましょうか。銃剣士、札は割れましたけど強いな。よいしょ、これで正面持ってこれるんで正面持ってきましょう。さあ、ここでメテオドーン。上からね、持続ダメージが入ってるんでね、こうサイクロンの出番ですよ。こうそう重ねてくるんですよ、やっぱり強いんですよね、重ねが。ビーム、あいつは倒した。ビーム、あー、撃たないか。残念ですね。危ねえ危ねえ。ドロー、これは。15秒あれば大丈夫ですね。ちょっと大型の相性も悪かったんで、これしゃあない。ドローで。よし。ブラドラはもう本当にゼウスにボコボコにされてしまう。で、今、まあ、前回ですね、ヒドラ動画を出してると思うんですけど、まあ、ヒドラゼウスって相重ねとかされてしまうと、もうゼウスが一生触れない。サイクロがですね、ゼウスに強いんですけど、ゼウスのことを触れない。うん。それがですね、うん、なかなか、重ねのやっぱ強み。ビームを打たないと触れないんでね。さて、今何試合やったんだっけ？もう一試合ぐらいやるか。よし。おっと、フレンド、まさかのコウさんですね。何使ってんだろう、今。全然知らないんだよな。さっきの R さんも本物かな？さて、コウさんが使ってるキャラか分かんないんですけど、バル使ってると怖いんでね。対空引きたいんですけど。うん。バランスはいいっすね。行きましょうか。なんかちょっと、物足りない気はするんですけど、バランスはいい。でも3倍しか来ないな、今日。マジで3倍しか来ない。3倍以外来てないぞ、1回も。あ、足いないっすね、お相手。ゴスかな？あ、バルっすね、やっぱり。よいしょ。危ねー、それは危ねー。ここはね、サイクルいきましょう。うちのサイクルちょっと火力足りないですけど、頑張ってもらいたい。うちのサイクルマジで火力足りねえ。しかもあれ倒せてねえしな、ゴスを。下げましょうか。まあアビスライムなんで時間は使えるんですけど、あ、でもいないいないばレベル10だから別に今あれだな、使ってないな、あれは。あのゴスはたまたま引いたのか、小玉か銃剣しか分かんないですけど。小玉がだるいっすね、これ。いやー、速攻で重ねてんのにね、初手で取られるっていう、これが本当にきついっすよね。しかもね、取られたキャラが取られたキャラなんで、いやー、これは無理だ。取られすぎ、いくらなんでも。ちょっと取りすぎっすね、マジで。そんだけ取られたら無理っすわ。持ってかれたな。猫がね、どうしてもやっぱ弱くなってしまってから、倒せるキャラがいなくなってしまったっていう、
あ、持って帰った。どっちにしても間に合わないか。サイクロが、まあ使ってる上で、まあゴレバルとかこういう感じの組み合わせはね、マジできついですね。やっぱ大型進撃が来るか、低耐久が来るか。ゴーレムに関しては、もう耐久が上がったおかげでね、倒せないんですよね。ゴーレを。さて。こんなもんかな、とりあえずは。最後負けちゃいましたけど。うん、今回はね、サイクロ動画撮ってきました。いやー、コウさんのバルは強いっすね。死なねえもん。まあ、倒したけどさ、死ぬまでが時間かかりすぎや。まあ、ゴース出されたんだろうね、あそこね。竹ずらしで。うん。はい、今回もご視聴ありがとうございました。今回はね、サイクロ、使ってきました。まあ、基本的には射程を取る。射程を取って、戦っていく感じっすね。で、てかさっき何だったんだろうな。小玉かな、やっぱ。あ、見ればいいか。小玉か？あ、銃剣士か。あれ、DR 持ってないのか、コウさん。わかんないけど。あ、これも本物っすね、多分。多分。あ、本物っすね。あ、強い人2連戦ですね、これ。うん。はい、今回もご視聴ありがとうございます。ではですね、ここら辺で終わりますが、まあ、サイクロ、結論としては、まあ、一番大事なのは射程取る。射程取ることと、あとはね、やっぱ大型といちいち勝負してももったいないんですよね。その大型をね、倒せればいいんですけど、倒しても、もう瀕死で終わっちゃうんですよ、サイクロって。なので、できれば、大型と中型を巻き込んでビームで一掃したい。そこでまとめてコスト勝ちしたいんですよね。それができるとね、なかなか面白いかなとは、思います。はい。では、またよかったらぜひご視聴ください。では、お疲れ様です。